皆さんこんにちは、ツコミゴロです。今日はゲームライブ配信用の私の2台の PC を紹介したいと思います。ね、プロのゲーム配信者ぽくぽく紹介させていただきたい。なんか最近すごいことになっていろいろ揃ってしまったから紹介します。これですよ皆さん、どうですかどうですか、2台ゲーミング PC。 2台と言ってもタワー PC が1つあって、そしてノートパソコン使ってます。タワー PC が2台置いてあるというわけじゃない。そして一番先に言っとくが2台の PC でライブ配信するのは大変ですよ。いろいろバグったり問題起きたりするんで大変ですよ。しかも安いものでできるだけ安くライブ配信しようとしたら、やっぱりいろいろバグったりとか音が出なかったりとか、なんかこっちだけの映像がめっちゃ遅れてくるとか、なんかそういうのよく起きるんだけど、今はだいぶちゃんとライブ配信できるようになりました。で、まあまずAmazon で買った1万ちょっとぐらいのゲーミングチェア、1万もしなかったか、まあこれで全然いいんだけど、やっぱどんないい体にいい椅子でもずっと座ってるのは体に悪いだから立つ式の机買って、これずっと回すと机が上がって立ったままで作業できる。どこから紹介しましょうか。とりあえずパーツ、マイク、これは AKG の D5 っていう、ちゃんとスタジオ で使われるマイクなんだけど、まあネットで5000円ぐらいで買える。で、本当は USB ライブ配信用のマイクもあるんだけど、結局さこれ持ってるから、Zoom H6 で、これはバケツのレコーディングのために買ったんだけど、 USB でそのままパソコンに挿してインターフェースとして使える。で、すごく使いやすいし、そんならさマイク、このちゃんとしたマイク挿してライブ配信できるからこっち使ってる。で、この腕壊れかけてる。なんか2話のめっちゃ安いマイク昔買って、このスタンドがついてきた。で、ずっと使ってるんだけど壊れそうなんで、ここでちょっと割れてるんだけど、これ日本のなんかこういうやつ挿してなんとか持ってる。そしてこれAmazon 欲しいものリストから買ってもらった G502 ライトスピード、ワイヤレスのマウスですごく使いやすい、しかも反応が早い。そしてここにそのね、シグナルが送る。で、まあネットで4000円ぐらいで買ったキーボード、そして上にロジテックのウェブキャムで、後ろまたネットで買った、まあね、結晶製品を紹介するような照明なんだけど、安くて使いやすい。そしてここにDSLR、 今持ってるカメラ、このカメラね、ここに乗せてつなげてる。そしてバッテリーを変えなくちゃでもいいように、こういうずっとつながってるバッテリーも買った。で、この DSLR のカメラなんだけど、今ウェブキャムとしても使ってるんだけど、ここに挿してこのキャムリンクに挿して使ってるんだけど、最初めっちゃ大変だった。なんか不安定で止まったりしてカクカクになったりしてずっと使ってなかった。で、最近また使おうとして、ソフトがアップデートされたかどうか分からないけど、すごく安定してて最近。そして速くなった。昔はさここに置いたカメラの映像がパソコンに届くまでなんか2秒3秒ぐらいかかってた。でも今は速くなって、ウェブキャム
と同じぐらいの速度だから、そういう前はさ、マイクの音とずれてしまうわけやん、あの映像があんまり遅くて。でも今は問題なく使えてる。それで後ろなんですけど、だいぶ綺麗になった。ノートパソコンしか使わない人から見たら、まあこれでもちょっと汚いと思うんですけど、だいぶ綺麗になったんですよ。前はもっと地獄だったこれ。で、あのコンセントの方をもう昔は適当に後ろに置いてあったんだけど、コンセントなど全部こっちにして、こっちはもう大変ですよ。これ大変ですよ。で、あのルーターが別の部屋にあるから、これでそのルーターにつなげて、 このギガビットスイッチ使って2台のパソコンに送り込んでる。で、前 OBS NDI というプログラムを使ってここを通して2台パソコンのライブ配信しようとしたんだけど、ちょっと難しかった。フォートナイトなどうまくあのレコーディングとかできたんだけど、バイオハザードのなどなんか NDI 相性悪いゲームも多くて、そしてそこまで安定できてなくて、結局やめて、あのこのレーザーリプション HD っていうキャプチャーカードを買った。で、これも大変でしたよ。このキャプチャーカード、昨日届いてやっと使えるようになったけど、最初大変でしたよ。まずネット上でこのパススルーで、あのゲーミング PC からここに挿して、そしてもう一つの HDMI があって、ちょっと見えないか、そう、これをゲーミング PC のモニターに挿して、それであのゲームやりながらその映像をここでキャプチャーして、その映像をここに2台のパソコンに送り込むことができるんだけど、そうなるとゲーミング PC の FPS が限られる、 60Hz でに限られて、でこのモニターは165まで Hz 出せるだから、どうしようと思って、で一応ネットでこの DVI というケーブルを使えば 144Hz までこのモニターに出しながら 60Hz でキャプチャーもできるっていう動画もあったけど、最新のグラボはそんなのさせないよ。もうさすとこないよこんな、えいえい。今はうまく使えてるけど、結局ディスプレイポートケーブルを挿して、でその同じケーブル、そしてあのそれをゲーミング PC からモニターもう直接挿してる、これもはや。でもう一つのところからあの HDMI をキャプチャーカードに挿して、あの画面をコピーしてるだけ、こうやって画面をコピーしてるだけで、それ昔やってみたんだけど、ラグくて全然使い物にならなかったけど、多分グラボが良くなったかどうかわからないけど、あのここでちゃんとこのゲーミング PC の 165Hz で使えて、でリプショー、あのこのキャプチャーカードに多分165も送り込んでるけど、あのちゃんと、まあこっち見ると 60Hz になってるから、まあどっちにしてもあのこっちで 165Hz 出しながら、ここにもう映像を送り込めてちゃんとキャプチャーできる。だからゲームへの影響はない、そしてあんまり負担かからない。多分グラボが進化したと思う。前なんか数年前そんなことやろうとしたらなんかうまくできなくて、でも一応ゲームやってる時にフルスクリーンの設定でやらないと、あのまた 60Hz になってしまう。でも今はうまく使えてて嬉しい。
ちゃんとゲームキャプチャーしながら、問題なく、165Hz でゲームできてる。で、このキャプチャーカードの問題はそれだけじゃなくて、音がすごく小さい。音は別、HDMI から、ゲームの音をここで撮って、2台目のパソコンに送り込むんだけど、そうしてるときに、俺ゲームやるときに、ここにヘッドフォン挿して、音聞こうと思ったんだけど、音小さすぎて話にならない。だから結局、俺の音は、まあ、ここ、で繋げてるんだけど、オグゼラリー。これ傾いたオグゼラリー。なんか傾きてないと、音ちゃんと出ないから、右しか出ないよ。テープ貼ってないと。こっから俺、音、聞いてて、ステレオミックス。まあまあ。まあ、わかる人はわかる。ステレオミックス、ミックスにして、ここで音聞きながら、HDMI の方からも音を送り込む。それでも音が、ここで受信する音が小さいんだけど、フィルターをかけて、まあ、めっちゃ、ゲインのフィルターをかけてめっちゃゲインを上げてる。で、やり方としてはね、ちょっと良くないけど、まあなんとかなってる、今のところでは。三脚のスタンド、ここに置いてあると、ライブ配信中に蹴ってしまうこともある。間違えて。それはちょっとある。気をつけてください。そして、このノートパソコンなんだけど、まあ、機能はいいけど、で、軽くて、薄くて、使いやすいなんだけど、一番欠点なのは、まずインターネット挿すとこない。だから USB で挿さないと、これで。その上に挿すところが少ない。これで USB-C 2つと、普通の USB の2つで、全部で4つなんだけど、この USB-C で充電する仕組みになってるから、挿せるとこはもう3つしかない。だから、大きいカメラ、DSLR はキャメラリンク通して、ここに挿してて、で、キャプチャーカードもここに挿してる。直接ね、容量が大きいから。で、残りの、ウェブキャム、小さいやつと、インターネットとマイクはここに挿して USB-C に変えてここに挿してるというちょっと回りくどいやり方なんだけど、挿すとこが少ないから難しい。まあでもこれで今日何回も試してみてうまくライブ配信できたから嬉しいです。ゲーム中にもなんか問題なくゲームできて綺麗にキャプチャーもできたから、こんな感じです。2台の PC でライブ配信したい人に参考になるかどうかわかんないですけど、まあいろいろ勉強になりました。何より。じゃあ皆さん、またね。